ディーン元気さん見事決勝進出やりました。素晴らしい試合でした。ロンドンオリンピック以来の国際大会、10年ぶりですよ。そこできっちりシーズンベストを出し決勝に駒を進める、これです。これをしなあかん。素晴らしい。しかも3本目でね、82メートルですから、メンタル強いわ。ベテランの力を見せていただきました。次は決勝、ロンドンオリンピックではベスト8に残れず10位でした。今回はぜひベスト8に残っていただき、6本投げてほしいですね。そして全力で楽しんで満足のいく試合をしてほしい。ティーサーガオレー。